こんにちは、もやし炒め作ってみたいと思います。今回はねシャキッとしたやつをね作ってみたいと思います。まずフライパンで炒めるとね水分が出ちゃうんですよね。すごいあれが食感を失わせてると思うんで、そうならないようなね、もやし炒め、美味しいもやし炒めを作ってみたいと思います。40度ぐらいのお湯なんですけど、これに2、3分つけます。これ意外でしょ、水分を吸わすのがいいそうです。こんな感じでね、水をね、2、3分吸わせます。これをザルでこします。これをですね、ビニール袋にね、入れていきます。入るかな、ザルごと入れちゃったよ。ザルが出せないな。ここにですね、サラダ油小さじ1杯入れます。はい、油になじませました。これを使って炒めていきます。1分ぐらいでいいみたいですね。これが信じられない。1分ってやってないと一緒でしょ。さっきさ、だってお湯に入れたのだって水分を補給するために入れたわけだから、芯までね火を通すためじゃないからね。余計水っぽくなりそうなんだからな。油を投入します。油が少ないとまたねこびりついたりとか。フライパン、そう、新しく買いた、買ったんで、よし、これでいくぜ。はい、投入します。お、塩コショウ、白だし、水分出ちゃうかもしれないね、白だしなんて入れたら。はい、終わり。本当これ、これでいいよね。じゃあ、これですね、今日のお酒はね、ジョニーウォーカーです。レッドラベル、お湯割りで、行こうと思います。ハイボールグラスついてたけどちっちゃいんだよね、このジョニーウォーカーのやつ。すだちをね絞ってみます。あったんでね。柚子じゃねえのかよ。乾杯。相変わらずねスモーキーな感じがしますね。ああ、苦味がいい。どんな感じかな。この豆もやしだから心配は心配なんですね。硬いじゃない。うん、シャキシャキ感がある。そういえばレバニラ炒めとかのお店のやつ出てくるとさ、ベチョベチョしてんの多いの。青臭さもね、最初お湯でやったあれで抜けるんでしょうね。ないですよ。うん、でもこれメインですね。前回ね、たった揚げをやったんですよね。そしたらコメントがね、粉っぽいっていうの多かったですね。確かにね、ヒーターエーバーあの映像はね粉っぽく見えたけど、実際そうでもなかったんだよな。食べてみたら、うん、まあそういうように見えました。ほんと白い大福みたいなコメントあったもんな。それはちょっと言い過ぎでしょう。大福は、セブンイレブンの唐揚げ棒とか、
長野県のあの山賊焼きっていうんですかね、あれみたいな味だね。うまいよ。